にちは、こんばんは、おはようございます。ですね、本日は軽井沢に来ております。前回の動画でメガネ橋やっけな、そうですね、群馬県なのかな、あれどっちなんだろう、ちょっと分かんないですけど、そのメガネ橋を後にして、その続きですね。で、今からちょっとね、アウトレットはね、さすがに人が多いと思うんで、まあ、まだ朝早い時間帯なのでドライブしつつ、ハルニレテラスっていうところに行ってみようかなと思っております。いやー、どうなんでしょうね、人気が全然ないから、ちょっとね、まあ、どうなるかわからないですけども、楽しみです。では向かいます。でい、いやー、いいね、やっぱ軽井沢の道って見てるだけでほんと楽しい。これずっとドライブできる。うわー、家がすごい。来ました、ハルニレテラス。そこそこ人いるな、これな。うわー、やっぱいい雰囲気だ。なんか一つ一つがおしゃれに感じますね。ただ野菜が置いてあるだけでおしゃれに見えてしまうという。めちゃめちゃ涼しいですよ、ここ。めっちゃ晴れてきましたよ。はい、ハルニレテラス出ました。うーん、あれですね、雰囲気はすごく良かったですけど、もうあれかな、しばらくは行かないかもしれないですね。今からですね、とりあえずね、行くところがあんまりないんで、軽井沢、旧軽井沢銀座だっけに向かおうかなと思ってます。今ね、遠回りして別荘地をドライブしてますけど、すごい雰囲気、ちょっとドライブ楽しみます。やばい、家がもうなんか日本にいる感じじゃない。うわ、でっか、やばい、ふざけんな、金持ちばっか。結構さっき見た感じね、ガラガラだったんで、ちょっとね、車止めて歩いてみます。はい、入り口に着きました。かなり暑くなってきましたね。いやー、ここだと結構気軽にお店に入りそうですね。天気いいですけどね、人は少ないですね。昨日は雨だったんでね。前回も来ましたね。この奥まで歩いていくと教会があるところですね。今日は行かなくてもいいかな。結局来ちゃいましたね。あ、現在はウイルス感染予防のためなんか見れないんですね。ここのお土産屋さん前来ましたね、覚えてますよ。いいわ。
はい、浅野屋さんですね。こちら有名なパン屋さんの本店だったっけな。今日の夜行くピザーラですね。行く予定のピザーラのパン生地がなんかこの浅野屋さんの、パン生地を使っているということだそうですので、非常に楽しみですね。ただ体調が果たしてどうなのかっていうところは気になります。はい、一通り見終わりましたね。これ以上多く行っても過去に行ったことがあるんで戻ろうかな。はい、ごちそうさまでした。では今から車に戻ります。ちなみにですね、やっぱりこれね、かなり役立ちますね。扇風機ね、ポータブル扇風機、涼しい。はい、軽井沢銀座出ました。よかったですね。やっぱりね、人は全然いなかったですけどね、雰囲気はだいぶ楽しめましたね。どうしようかな。まだね12時過ぎなんですよね。ところがアウトレットどうなんだろうね、人混みね。まあとりあえずちょっと適当に車走らせます。はい、結局ですね、近くにあった公園に入りました。で、今日中にね本当は帰ろうと思ったんですけど、ちょっと疲れすぎてるんで、一泊してから帰ろうかなということで、今からホテルを取って仮眠を取るか、どっか観光地探していいところあったら行くかっていう感じですかね。有名どころはねだいぶ行ってるはずなんですけど、もし軽井沢でおすすめの場所とかあったらね、ぜひ教えていただきたいぐらいですね。有名どこしか本当にわからないかな。じゃちょっとホテル予約しちゃいます。はい、結局眠くなったので、車の中で1時間ぐらい寝ちゃいました。で、暑すぎて起きました。いやー気持ちよかった。で、今公園の中歩き回って、ベンチに座って休んでます。贅沢すぎませんかこの時間。もうちょいでホテルのチェックインができるんで、買い物をしてチェックインしちゃいますかね。からホテルチェックインします。どうしようかな。ちょっともうこの辺でまた動画を分けちゃいますか。いいですよね。もうこの後ですね、いつ旅行にね行けるかどうかわからないんで、小分けにちまちまアップしますか。じゃあ、またここで一旦動画を切らせていただいて、この後の動画はですね、ホテルに着いてからいよいよ楽しみにしていたピザーラに行く予定の動画です。ただね、胃もたれやべえんすよ。胃もたれがさっきのソーセージ、睡眠不足にソーセージね相当やられてます。無事ねピザーラを食べることができるのかという動画ですね。よかったらですね、概要欄に続きを貼っておきますので、そちらからご覧ください。そしてまたチャンネル登録高評価もしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅で、バイバイ。ピザ来てー。イタリアのマルゲリータですね。